こんにちは、ヨです。今日は岡山県岡山市にある備前汁なし担々麺トラボルタさんに来ています。こちらの担々麺で辛さが選べるみたいなんですけど、一番辛い鬼辛、激辛よりも上のレベル、鬼辛の担々麺が有名なので、今日はそちらにチャレンジしていきたいと思います。担々麺に挑戦するのは2回目ですかね。頑張ります。やるぞ。 Close to the sun。ただいま発見中です。こちらですね、タンタン、そして鬼から。これなんか手についても痛いし、唇についても痛い、もうとにかく皮膚につくと痛いみたいなので、別の入れ物に入れてくださるみたいです。こちらが鬼辛のソースになるみたいなんですけど、これは本当に皮膚につくと痛いし、半日ぐらいずっと痛みが引かないみたいなんですよ。なので別の入れ物で入れてくださいました。ちょっと今から食べていきたいと思います。まず別の担々麺で食べてみたいと思います。いただきます。でも結構辛そうな匂いする。
入れなくてもめっちゃ辛い。入れなくてもやばいよ。ちょっとお店の方がちょっとずつ入れてくださいっていう注意をしてくださったので、その注意をしっかり聞いてまずはちょっと入れました。辛すぎて痛すぎて。半分ぐらいは使ったんですけど、ちょっと入れるだけでも辛さが倍ぐらいに増すんですよ。入れないのと比べて倍ぐらいに増すから。
激辛とか、ペヤングの極激辛とか、極激辛ファイナルとかを食べた時の口内の痛さ、痛みの種類が似てます。今日は岡山県岡山市にある備前汁なし担々麺トラボルタさんの汁なし担々麺の辛さ鬼辛を食べていきました。もうあの何ここ口がめっちゃピリピリしてるんですよ。めっちゃ辛いんですけど、ソースがこちらですね。こちら持って帰ってもいいですよって言ってくださったので持って帰りました。辛味成分的なのはちょっとわからないっていう風に店員の方言われてたんですけど、まずこの担々麺が普通と辛口と、大辛、激辛、鬼辛っていう風にいくつか辛さレベルが選べるんですけど、私が食べた鬼辛っていうのは激辛の、担々麺が山椒とかそういうのがこう入った元々も入った激辛の担々麺にさらにこのソースがついて鬼辛っていうことで、私は最初これ入れずにソースを入れずに食べたんですけど、ということは激辛の状態で食べたんですけど、あのめちゃくちゃ辛かったです。それだけですごい私辛くて、これにさらに辛さを増すってなるとちょっと怖いなって恐怖を感じたんですけど、激辛の状態のこの汁なし担々麺にさらにこの鬼辛ソースを入れるとビリビリきて、山椒の辛さもあるし、それ以外のこういうソースとかの辛さもあるので、なんかもう今回も辛いじゃなくて痛いでしたね。痛いっていうのがやっぱ一番だったのと、この鬼辛ソースを入れるとさらに口内が痛くなって、なんか若干こう口内に口に入れた時の香りも変わってきましたね。店員さんが言われてたのは、あの、まあ、鬼辛を食べたお客さんが食べたその食器を洗う時に手につくと痛いみたいなんですよ。それぐらいやばいんですよ。もう皮膚につくととにかく痛い。であと洗い物、食器を洗ってたりするとむせちゃうぐらい痛いみたいです。はあ、今日も結構な強敵でしたね。でも担々麺めちゃくちゃ美味しかったです。ということで今日のバルス、4.5 バルス。担々麺の辛さもまたカレーとかラーメンとかとはちょっと違った感じの辛さがあって、やっぱ戦い方、それぞれカレーだったりラーメンだったり担々麺だったり、それぞれの激辛の戦い方があるなって思いました。激辛のに対しての戦い方的なのも私流、両流の戦い方を見つけていけるようにしていきたいなと思います。店員の方も私にいろいろと鬼辛、担々麺の鬼辛のことについていろいろ教えてくださいました。本当にありがとうございます。激辛好き、辛いのが大好きっていう方にはぜひこちらの、トラボルタさんの担々麺鬼辛食べていただきたいなと思います。結構辛いです。ぜひチャレンジしてみてください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。